君の直接届く妄想のフレームです。ご指示に依頼があった。アフガンの山岳地帯で行方不明になった米軍の新兵器を捜索してくれ。難しい依頼だが、あんたはもう9年のブランクを取り戻したはずだ。詳細は端末で確認できる。で、端末です。ミッション、 Please select a mission。 バイオニクスの権威、技師の開発者を回収。まあ順番に行こうか。はい。ミッション accepted。 The map has been updated。 1500m。 え、待てよ、2つ、ま、目的地が、さまざま、なあボス、移動中なのに野生の動物を見かけることはないか。 ある、なんかまあ羊みたいな人。自然保護 NGO に野生動物を戦地から保護してほしいと依頼されてそんな依頼来る。余裕があれば回収してくれないか。報酬も弾むそうだ。そして動物たちをフルトンで飛ばすんじゃないだろうね。いるぞ。あ、てかあれだな、いや今気づいたんです、あの麻酔銃の弾がゼロだってことに。確かに前回のミッションのまんま基本的にずっと同じワールドでスタートするからいちいち補充しないといけないんですね。ほらこんな感じで、うわすげえ補充、あされたね。ウィーね、さっき羊、あいた(笑)あれ、ヤギ、羊捕まえる。あ、気づきやがったな。眠らせる。おお、なんだあれは。そもそもこいつは誰だ。その羊はカラクル羊だ。カラクル羊、牧場としては最も古く毛皮も最高級。おお、食肉としても利用されるが、そんなところでは食べるなよ。いや NGO に渡すのに食肉って。もう一匹捕まえる意味あるかな。ないか。一旦この一匹を捕まえようじゃない。よいしょよいしょ。ごめんなごめんな、さよなら、めー想像したら草。お、近づいてきましたよ。え、本当に合ってる？こんな、え？大丈夫？こんな近いことある？どうどうどう、ちょっとここら辺から見下ろそうじゃない。え？何あれ？やばい、大間さん、あ、大間さん自分で逃げてくれた。なんだ、またこのね、集落というか基地を爆破するのかと思ったけど、そんなことないんだね。お、便利だなこの端末。おいで、バイオニクスの権威。ギッシュがロケットパンチになるのかな。ほいで。あ、キーズ、ワクシンド分屯地に捕まっているソ連の技術者を見つけ出し回収してほしい。彼は北のベースキャンプから逃亡を図ったがかなわず、ほう、今はワクシンド分屯地に身柄を拘束されている。おじまさん足大丈夫？その技術力を俺たちに提供してくれるそうだ。ターゲットを回収してくれ。了解。それがこれか。ボス、実は今回のターゲットはあんたがつけてる義手の開発者だ。その義手を手入れできるただ一人の人物。そうなんだ。仲間にすれば義手の強化もできるようになる。いやそれはマジでありがたい。なんとかして連れ帰ろう。ワクシンの分屯地だ。ターゲットはその拠点のどこかにいる。ソビエトにとっては裏切り者。ターゲットの扱いは捕虜だ。ん？あれ？あ、いますね。一番はね、スナイパー、待って。やばい。
バレる？あ、意外と遠かった。よし、マーキングしていこう。当たった？よし、めっちゃ無駄にしたけど。となるじゃないですか。安心してください。補充をします。こうやってこうやってね、ここに。はい、OK。 羊めちゃめちゃいるな。フルトン、さっきく、あ、何しとん。この距離だったらバレないね。了解、回収する。よいしょ、羊さんも、白い羊さんも回収しよう。2人確保。なんでブーブー言ってんの。あ、やばい、砂煙。でもこのおかげで敵もこっちが見えなくなるはずだ。見えん全く見えん。いいぞ。30% か。砂嵐しまった方が良さそうだな。いや、これじゃあもうマップも一切わかんないよね。お、なんかある。なんて。なに。入手した情報の解析。ターゲットの位置が分かった。マップ情報が更新。これは便利。聞きませんね、周りに。気づいてないね。大丈夫そうだね。頼んだぞ。たまにこうさらっとね、人が出てくるのよね、こういう隙間から。これとかもう持ち帰りたいんだけど、開けられないのかな。あ、でもこれ 0% ってなってる。フルトンを強化しないとダメなのかもね。いいぞ。いいよ、優秀な人材がいっぱい。よし、一旦ここの敵は一掃したんで。とはいえ怖いんで、慎重に周りを見ながらね。これ一回上上がるかバレないと信じよう。でも上から見れたらね、だいぶでかい。あ、でもいないね、全然人が。いないや。うわっ、と思ったら、え、いる？こっち？あ、いる。やばい、これバレちゃうな。
お？お、戻っていく。危ねえ。あえて二人とも体に打っていく。いや、時間差で寝てくれてほしい。よし、いいぞ。あいつも、了解、回収する。よし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 、いいぞ、順調だ。今日は今のうちにね、弾補充しといて。じゃあいいや、やってるうちにこれが届くと。いや、完璧。これって飛ばせないの、フルトンで。あ、でもできそうだね。そう、なんかそのうち強化すれば。どんなフルトンで車すら飛ばしてってしまう。夕方っぽくなってきたね。だいぶ時間をかけてしまった。こっからはもうまっすぐ行くしかないよね、正直。いや、敵が急に現れて見つかるがありえるかし、慎重に行きます。まあ、ここにいた人たちが多分今来たんだろうから、ここに人はいないと。アイテム加工済み資源。弾か。うわ、いるね。で、マーキングさえできれば。でも、このままいけんじゃね？よいしょ。いいぞー。しょ、ここに敵が。うわ、中なんかすごい。集落みたいになってるね。うわ、いるね、また。同じ顔が2人。はあ、あれは見つかんないの難しいんじゃないか。まあ、いずれにせよちょっとね、この人は飛ばそう。じゃあな、起きた頃には仲間だ。ああ。中に何人いるんだろうな。あ、いるね、あそこにも。あ、あそこにもいる。え、待って、お、見えなくなっちゃったな。一人寝てんのがバレるとね、それはそれで。だから、あの、動き回る人たちとか、今後ろにいた人もちょっとな、マーキングしたかったな。あ、いた。よしよしよし、マーキングはできた。近いね、またね、みんな。こんだけ4人近いとさ、結構しんどくない？で、あの2人近いでしょ。やばい、バレそうだな。一発ずつ打っといて、時間差で寝てくんないかな。一発じゃなかなか眠んないんだよね。夜になった。でも照明があるのか。右に行くよね。バレたか、うん、眠らせた。あ、寝てるね。
誰がどこにいるのか全然わかんないやこの2人このままやっちゃおう。よっしゃ、ここら辺の4人を一気に。よし、バレてない、バレてない、バレてない状態で4人いけた、いけた。うわうわ、ヒヤヒヤする。でもなんかとりあえずなんか異変には気づかれた。まあ、多分さすがに追ってっていうか、あ、なんかあそこにいる。いるね。なぜあんなところに。とりあえず中に2人。あそこにいるけど、あそこからこっちに来るのか。あんなところから。こなそう。 OK。 さあ残った人たちも順次ね捕まえていきたい。あの上がやっぱね、やだ。とりあえず1回だったからもう時間差では倒れてくれるはずなんで。あ、今いたな1人。寝てくれた上の人。今もう一人いたのをね、なんとかしたい。この裏側あたりにいたよね、今ね。そこちょうど見えないのか、場所的に。一人寝た。いたよな。いた。よし。いいんじゃない？あと起きる前に全員飛ばしてしまえば。まだいる？特に誰か気づいてる感じが一切ないから。了解、回収する。これは完全試合、まさかの。ボス、建物に入ったか。室内では常に退路を意識しろ。囲まれたら逃げ場がないぞ。そうだな。お前か。お前か。そいつがターゲットだ。良さそうな人だ。なんか言ってる。あ、でもさっきの2人が近くに来てんのか。直上に遮るものがなければフルトン回収は可能だ。よし、目的を達成。ターゲット回収を確認。目的は達成した。中物色してから。ホットゾーンから離脱してくれ。もうね、資源とかね集めます。回収する。了解だ。やべ、バレた感じあるね。逃げるか。逃げろ。それはダイヤモンドの原石だな。
向上できる。さあ受け取った、あとは任せろ。よい、ケチ逃げるぞ。北斗ゾーンから離脱だから普通に逃げるだけでいい。あの二人はほっとこう。走れ。なんだっけ、毎回あの、あ、これだ。大間さん、いらっしゃい。逃げろ。招待。お、なんかいっぱい資源回収した。お、フォトゾーン離脱。敵流なし。ミッションクリアだ。いや、完璧。見ました、初めて。すごい嬉しい。しかも敵ミッション完 了。お、 A ランク嬉しい。はい、いろいろ溜まりましたね。救出した技術者だが極めて協力的だ。ありがてえ。おかげで研究開発官の連中も喜んでいる。技師を。ただし専門は機械工学ではなく、はい、生物学に基づくバイオニクスだそうだ。あ、そうなんだ。でも義手作ったんだね。奴は早速あんたの義手の改良を申し出てきた。気が向いたら開発を指示してやってくれ。いや、めっちゃ気が向いてる。カセットテープ、義手の開発が可能になった。 B、 そんなすごい人でも B なんだね。でーん、いっぱい回収したからな、今回。それはそれはもう、マザーベースがすごいことになってるんでしょう、きっと。ある義手。新たなスキルを強化する。やってみる。リフレックスモードの持続時間を延長。呼吸を要請、はい。ここにどうぞ。ちょっと、避けないと頭に当たっちゃうからね。いや、すごいな。砂煙が。んで、ヘリコプター、より早い派遣。味方の指揮効用は、いや、敵への心理攻撃を狙って開発された放送装置。そんなのあるの。ロケットランチャー、これはすごいね。もうゴリ押しだね。ハイパーゴリ押しの時に使える。いや、とりあえずマザーベースをなんとかしたいけど、物が足りないんです。ちょっとスタッフ配置、待機室。ああ、なるほどね。いや、拠点開発に移ってくれる人いないから。今いっぱいだもんね、ここね。でもとはいえ待機室いないのか。この人さ、すごい。こんな普通の顔してるのに、いろんなことができるよ。配置変更。とりあえず、開発はダメだけど、拠点の方ができる人、この人拠点開発に移動できたんだよね、これで。この人。あ、拠点開発さんレベルアップ。いや、結構あれ、技術ある人やっぱ拠点開発もできるんだよな。まあしょうがないか。はい、まあこんな感じかな。はい、というわけで一旦ここで切りたいと思います。また次回お会いしましょう。プライムでした。バイバイ。